こんにちは、タカラトクタです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。本日も仮想通貨の動画なんですけれどもね、 XRP の話題を、取り上げたいと思います。京都大学がですね、仮想通貨 XRP 台帳のバリデータを立ち上げということで、日本の、ね、大学初の事例ということでね、注目ニュース、こちらコインポスト、さんからねお借りしております。京都大学の方でもね、リップルのセミナーがあったようですね。京都大学が XRP の台帳でもある XRP レジャーの、バリデータの運用を、ね、開始したことが分かったようですね。リップル社の吉川恵美さんが、ね、ツイッターで明かしています。こちらツイッターの内容なんですけれども、今日のセミナーで京都大学による XRP レジャーのバリデータが走り始めたことが発表されましたと。 XRP チャートの、ネットワーク、トポロジーの、ね、マップでも分かりますねということですね。日本の大学によるバリデータ運用の第1号ですということで、まあ、これがね、そういったあのマップということですけど、まあ、ここはまあ東京ですよね。東京で、ここがまあ京都になりますね。この赤丸のところで、ここは多分、韓国のソウルに当たる場所じゃないかなと思われますね。まあ、こういう感じでね、まあそのバリデータ運用の、ね、マップがあるということで、まあ、京都、そして日本の大学によるバリデータ運用の第1号、初のね、大学での運用ということですね。でこのバリデータはですね、XRP の分散型台帳の、ね、ネットワーク、承認者のこと、だということですね。僕もちょっと調べてみたんですけれども、このバリデータ、まあ、別名の、まあ、バリデータというらしいんですけれども、そのバリデーションを行う機能、またソフトウェアのこと、そしてバリデータは入力されたデータが仕様に沿って適切に記述されているか判断し、不適切な箇所があった場合はエラーとして通知するということが、ね、書いてあります。で今回はそれが、まあ、XRP の分散型台帳ネットワークの、承認者ということで、信頼される複数の、ね、企業がリスト入りしているということですね。で現在は XRP レジャーのバリデータに世界の、ね、企業ですが、まあ、大学が参加していて分散化が、ね、進んでいるということにも注目が集まっていますし、まあ、結構ここは、ね、重要な、部分ですね。そして日本の大学では京都大学が、ね、初めての事例だということですので、まあ、吉川恵美さんはこの、インターネット普及の流れを引き合いに出して、ブロックチェーンでも中立的な、ね、存在の、大学組織がバリデータとなって安定的で健全なネットワークの核となっていくと非常に重要だとコメントしていますね。大学組織というと、これ確かに中立的なあのイメージがありますし、まあその研究者も今多くて、そういった意味では、ね、技術者を志している人とか、実際に、ね、技術者として活躍している人も多分多くといると思いますので、そういったあの健全なネットワーク、安全な安定しているネットワークになっていくと。そして、今回の事例を皮切りに日本の大学でも、ね、XRP レジャーを立ち上げる事例が増えれば嬉しいというふうに語っていますね。で今回の発表が行われたのはリップル社がです、ね、13日に実施した京都大学のセミナー、セミナーのタイトルがリップルのブロックチェーン技術と国際送金革命、となっていますね。ちなみに京都大学の、ね、ホームページにもですね、こういった形でセミナーの、ね、告知が、されています。もう時はね、開催日は過ぎて、11月13日水曜日の、13時からだったんですけれどもね、僕も行きたかったんですけど本当にね、まあ、ちょっと次回機会があればね、こういったところにもちょっと足を、踏み入れて、開発者向け、かなりね、専門的な、セミナーになると思うので、僕が行ってもね、半分も理解できないと思うんですけど、こういった空気感をね、ぜひちょっと一回体験してみたいなという思いはありますね。そして、11日にもですね、東京大学でもセミナーを開催していますね。リップル社の報告によると、ブロックチェーン技術がどのように、ね、国際決済を変えるかについては、ね、話を行ったということで、リップル社のね、公式ツイッターにも、載っておりますので、ぜひ興味ある方、覗いてみてください。そして講師としてですね、XMJ2019 に参加するなどして来日中のアメリカリップル社 CTO のデイビッド・シュワルツさんとですね、先ほどの吉川さんが登壇するということですね。この XMJ、リップルのですね、東京でのミートアップなどもあってですね、最近はそういったイベントもありました。ちょっと前にはスウェールの方もあったんですけれども、こういった形でこういったセミナーは大学院生と学部生、そして教員研究者も対象としているのでね、かなり専門的な内容になっていると思いますね。そして京都大学は東京大学とともに7月29日にアメリカリップル社が展開する大学ブロックチェーン研究イニシアチブに参加していますね。両大学と連携した
共同研究、学術活動なども行っているということで、こういったブロックチェーン研究を行う学生の、ね、奨学金支援なども、ね、行うと発表していますし、日本のトップ国立大学で、ね、ブロックチェーン研究が進むきっかけにも、ね、なるということで反響を呼んでいるそうですので、こういったなんでしょう、この教育機関からですね、今ブロックチェーン、仮想通貨だけではなくて、ね、あくまで仮想通貨はブロックチェーンの中の一つ の分野になりますので、ブロックチェーンを学ぶ教えていく大学っていうのは増えてきてますのでね、ぜひそういった形でどんどんこの XRP だけではなくて、仮想通貨並びにブロックチェーンの礎をね、どんどん築いていってほしいなというところですね。で、 XRP の価格は今29円30円を切ってしまっているんですね。スウェールが終わって、スウェールが終わった後に、ね、価格が下落するっていうのはここ2年、続いています。その前には、ね、価格が一瞬上がることもあるんですけどね、今年はちょっと、かなりねちょっと圧力が、強くてですね、売られていますね。今ちょっと少しパッとしない相場になっていますけれどもね、今後こういった情報がまたあればね、お伝えしていきます。この動画の情報で価格がすぐにねどうにかなるということではないんですけれども、長い目で見たときにですね、地盤がどんどん築かれていく、もう研究分野から、この学生たちにね、早い段階でこう伝えていくことができるというのは非常にね、将来的、長い目で見ていいことだと思いますのでね、注目しながら、応援していきたいなと思っております。さあ、それではね、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。